皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回もウィニングイレブン2020やっていきましょう。今回は木曜日に登場した週刊 FP、 それからラリーガの MVP ガチャに搭載されている選手のスカウトの組み合わせを紹介やっていきたいと思います。今回もノーマルが金以下の選手をね紹介していくので、メッシだったりレバンドフスキー、オブラク、まあ、このあたりはね紹介を省いていくので、そのあたりねご了承いただければと思います。どうしても組み合わせ知りたい方がいらっしゃいましたら、ぜひコメントにね書いていただければ調べようかなと思います。はい、今回の組み合わせを参考にして、まあ、獲得できた FP をね育ててもいいですし、あとはねノーマルを純粋に取って、まあ、育成して使ってみるのもいいと思うので、ぜひね参考にしていただければと思ってます。今回の組み合わせもなるべくね GP を使わなくていいような組み合わせ、もしくはオークションを使わないような組み合わせをね紹介していくので、ぜひ参考にしていただければと思ってます。ということで早速やっていきましょう。はい、まず週刊 FP 行きましょう。まずゴールキーパーのナバスですね。こちらの選手は試合後に落ちるスカウトで確定作れますね。所属リーグフランス、地域大陸、北中米、南米、能力のキャッチング、こちらを組み合わせると確定です。他の組み合わせはオークションが必要だったりとかするので、まあ、GP かからないで済むのはこの組み合わせかなと思うので、まあ、持ってればね、すぐ確定が作れるかなと思います。はい、続いてナインゴラン。こちらの選手育成したい方結構いるんじゃないですかね。こちらの選手はどうしてもオークションは一つは必要になってきます。チームの借り上げ取ってもいいんですけど、借り上げ結構今高騰しているので、スキルのワンタッチシュート、ポジションの CMF 能力のボールダッシュ、こちらでね確定が作れますね。はい、まあ、この組み合わせの方が安いかなとは思います、チームよりは。はい、それからワンタッチシュート、こちらが高い場合は同じスキルのヒールトリックと、所属リーグイタリア、それから、能力のボールダッシュ、こちらでもね確定にすることができます。なのでワンタッチシュート、ヒールトリック、どっちか安いか分かりませんが、安い方で、あと持っている組み合わせで、確定作ればいいかなと思います。はい、続いてイリチッチ行きましょう。こちらの選手もオークションはね、必ず一つは必要になってくるので落としてください。チームのアタランタよりはスキルの能力パス、こちらの方が安いと思うので、こちらを落としていただいて、所属リーグイタリア、能力のキック力、こちらを組み合わせると確定ですね。能力のキック力のところは身長185センチ以上、こちらに変えることもできますし、スキルの能力パス、こちらが高い場合はプレースタイルのチャンスメーカー、こちらに変えることもできるので、まあ、安い組み合わせ、あと持ってる組み合わせで狙っていただければいいかなという感じです。はい、続いてナチョ。こちらの選手は在籍クラブがどうしても必要ですね。在籍クラブのレアル、星4を取っていただいて、能力のスタミナ、ポジションのセンターバック、こちらと組み合わせると確定ですね。まあ、レアルについてはかなり前に、街での報酬として一応もらえているので、それある方は使えますが、まあ、持っていない方結構多いと思うので、ない方はどうしてもこれが必要です。ポジションのセンターバックのところは、同じポジションのユーティリティプレイヤー、それから年齢の25歳から29歳、こちらに変えることもできますし、あとはセンターバックそのままにスタミナのところを年齢の25歳から29歳こちらに変えても大丈夫なので、まあ、レアルだけね落としていただければいいかなと思います。はい、続いてルーベン・ディアス。こちらの選手も今育成したい方多いと思うんですが、在籍クラブのベンフィカは必須になってきますね。何分の1とかも探したんですけど、ないです。能力のジャンプ、こちらを組み合わせると2枚でね確定作れるので、この組み合わせが一番楽にね確定は作れそうです。ジャンプない方はポジションのセンターバックと能力のヘディング、こちらを組み合わせても確定になるので、まあ、ジャンプない方はこちらの組み合わせも有効ですね。はい、続いてマルサウ行きましょう。こちらの選手はまずは試合後に落ちるスカウトで2分の1できますね。所属リーグフランス、地域大陸、北中米、南米と能力のフライパスで、ラファエウと2分の1ということで、まあ、この組み合わせも結構有効なので、まあ、ラファエウを、削れば確定になるので、これもいいかなと思います。手っ取り早く、確定作りたい方はスキルの根下ポジションの左サイドバック、所属リーグフランス、こちらをね、使えば確定を作ることができます。あとはプレースタイルの守備的サイドバック、あとは能力のカーブ、そして所属リーグフランス、こちらを組み合わせても確定になるので、まあ、安い組み合わせで狙っていただければいいかなと思います。ちなみに能力のカーブのところは、地域大陸の北中米、南米、こちらに変えることもできます。続いてポルトゥー行きましょう。こちらの選手も、まあ、オークションは必要になりますね。スキルのアクロバティッククリアとポジションの OMF、 こちらを組み合わせると確定ですね。はい、続いてマクシミリアーノ・ゴメス。こちらの選手もオークションは一つはね必要になってきます。まずはコムプレースタイルのフェイントスタート、所属リーグスペイン、そして能力のヘディング、こちらを組み合わせると確定ですね。
はい、まあおそらくフェイントスター結構安いと思うのでこの組み合わせでもいいんですが、スキルのスルーパス、こちらを使っても確定になるので、まあどちらが安いかは分かりませんけど、安い方で、あとはね、この組み合わせで狙っていただければいいかなと思います。週間最後ラースベンダー行きましょう。こちらの選手は在籍クラブのレバークーゼンポジションの DMF、 身長185センチ以上、こちらで確定になります。はい、レバークーゼンに関しては、少し前に、街での報酬としてもらえていたので、それある方は使うことができますが、ない方はぜひ落としてください。ちなみに前回クラブセレクションのベンダー持ってたんですが、この組み合わせで3回かな、食わせたらレベマンになりましたね。はい、続いてファンズチョイスの、スペインリーグの方をね紹介していこうと思います。ノーマルが金以下の選手ということで、まあ、メッシだったりオブラックだったりとかはね、先ほども紹介した通り今回は紹介を省いていきたいと思います。今回も、全選手は紹介しません。まあ、育成したら強そうな選手だったりとか有名選手をね中心に紹介していくので、今回の動画で、紹介されなかった金以下の選手ですね、こちらの組み合わせどうしても知りたい方はぜひコメントいただいたら調べようかなと思ってます。まずはカソルラですね、こちらの選手は在籍クラブのビジャレアル、そして能力のボールキープ、こちらがあれば確定をすることができます。はい、こちらの選手もね在籍クラブは必須になってくるのでぜひ落としてください。まあ、最初のうちは安いと思うんですけど、だんだん高くなると思うので気をつけてください。ボールキープ、こちらがない方は年齢の30歳以上、能力のボディコン、こちらでも確定にすることができるので、なんとかねこちらの選手はビジュアルやるだけ落としてください。続いてバネが行きましょう。こちらの選手もオークションは必要ですが、こちらはチームを使わない組み合わせがいくつかありますね。まずはスキルのロングスローとポジションの OMF、 それから、所属リーグスペインですね、こちらを使えば確定を作ることができます。所属リーグスペインのところは年齢の30歳以上、こちらに変えることもできますね、それからポジションの OMF を、能力のボールキープ、こちらに変えることもできるので、まずはロングスローだと、3パターンあります。スキルのロングスロー、こちらが高い場合は同じスキルのインターセプト、こちらでもね確定にすることができます。スキルのインターセプト、こちらを使う場合は所属リーグスペインのところは能力のボールコントロール、それからボールキープ、こちらにね変えることもできます。なのでまあロングスロー、インターセプト、どちらが安いのか分かりませんけど、安い方で狙っていただければいいかなと思います。はい、続いてカンパーニャ、こちらの選手はスキルのロングスローとポジションの CMF、 そして能力のプレースキック、こちらで確定をすることができます。ポジションの CMF は所属リーグスペイン、こちらに変えることもできますが、スペインに変えた場合は星3限定になるので星の組み合わせ方ご注意ください。すべて星4で組んでしまいましたが、銀の選手なので星3で大丈夫です。はい、続いてバタですね、こちらの選手は、在籍クラブは必要なくて、スキルのコントロールループと所属リーグスペイン、それから能力のヘディング、こちらでね確定を作ることができます。はい、こちらの組み合わせは、まあ、星3限定なので星4でね全て組まないようにご注意ください。はい、続いてバルガス行きましょう。こちらの選手は在籍クラブがどうしても必要ですね、在籍クラブのエスパニョールと利き足の右足、能力のドリブル、こちらで確定作ることができます。はい、ドリブルのところは、同じ能力のボールキープ、こちらに変えることもできますね、他にも組み合わせいくつかあるので、ご覧のような感じで組み合わせると確定を作ることができます。はい、続いてエデゴーアですね、こちらの選手もオークションは、ね、必要になってきます、まずは在籍クラブ、ソシエダを使ってポジションの OMF、 利き足の左足、こちらで確定を作ることができますね。左足のところは能力のボールキープ、こちらに変えることもできます。それから、国籍のノルウェー、こちらに変えても確定になりますね、ノルウェーにした場合は利き足の左足のところは、能力のボールコントロール、それから24歳以下、こちらとね、組み合わせても確定ですし、あとは所属リーグスペインのみでも確定になります。それから利き足の左足と能力のボールコントロール、こちらを組み合わせても確定になるので、こちらの選手チームか、国籍どちらが安いか分かりませんけど、安いもの、それから、持ってる組み合わせで狙っていただければいいかなと思います。今回の動画最後は久保選手いきましょう。こちらの選手は、試合後に落ちるスカウトで、限定ではありますけど確定作れますね。所属リーグスペイン、地域大陸、アジア、オセアニア、能力のオフェンスセンスで星2限定ではありますが確定を作ることができます。全て星3以上で組んでしまうと銀の選手が絡んできて2分の1になるので、その辺はご注意ください。オフェンスセンスのところは利き足の左足、こちらに変えると2分の1ですね。こちらはアジア
選手の方でも、登場しているイカイン、こちらがね絡んでくるので、イカインを削れば確定になるので、こちらの組み合わせも結構有効です。はい、ということで今回は、今週の木曜日に登場している週刊 FP、 それからラリーガの MVP ガチャに搭載されている選手、金以下の選手でスカウトの紹介やっていきました。いかがだったでしょうか。まあ基本的にはね、安いものを紹介したので、これ以上のね組み合わせはおそらくないと思います。今回の組み合わせ参考に、当たった FP をね食わせて育成してもいいですし、あとはノーマルでね使っていただいてもいいので、ぜひね参考にしていただければと思ってます。またねクラブセレクションが出てから、またそちらの組み合わせも紹介していくので、気になる方はそちらもぜひ見ていただければと思います。こちらのチャンネルではこういうスカウトの動画だったりとか、他にも FP 関連の動画、 FP の予想比較などもやってますし、あとは最新情報とかメンテ後配信とかもやってるので、気になる方はチャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録、そして合わせて高評価もよろしくお願いいたします。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。